がしますね。はい、さあこんなところでしょうか。トミジョイですね。はい、さあここで私からお、はい、それを聞いた上で、はい、あもう結構いい時間ですから、ね、菊花賞のトミジョイご紹介します、はい、さあ菊花賞の私のトミジョイはですね、前走オークス3着以内が1着3着、はい、そして、馬券にはならなくとも、前走シオンステークス高層組のモリアーナが5着、大穴ならハービージャッカ絆に該当するエミューが15番人気なのに7着と高層しましたから、はい、この調子で菊花賞もお願いします。よろしくお願いします、はい。さあということで菊花賞の富ちゃんはこちらです。神戸新聞杯かセントライト記念で3着以内 0% を乗り越えるかタスティエーラ、はい、穴なら阿賀野川ステークス1着馬、札幌記念で馬券になった3歳馬です。あーちょっと詳しく教えてください、はい、今回ねポイント4つあるんですけども、はい、まずはこの神戸新聞杯かセントライト記念で3着以内ですが、過去10年の菊花賞で連帯した馬をチェックしましょう。前走神戸新聞杯かセントライト記念に出走した馬が9勝2着8回なんですが、そのうち8勝2着7回の馬が2つのレースで3着以内に好走していた馬だったんですよね。菊花賞はこの条件をクリアした馬から選ぶのが良さそうです、はい。うん、今回はサボーナ、サトノグランツ、はい、ソウルオリエンス、ファントムシーフの4頭ということですね。そうなんですよ、はい。さあ続いて 0% を乗り越えるかタスティエラですが、ダービー馬が前哨戦を使わずに桜花賞に直行した場合の勝率はなんと 0%。 ただこれな、うん、なんといるのかって言ったら、まあまあまあ確かに、うん、これ多分ね1頭しかいないんですよ確かにちょっとわかんないですけど、この直行ローテいないんですよね。ダービー馬で菊花賞直行ってなんと言います？あんまりないですよ。ほとんどいないんですけどね。確か。だからこれはね、僕は分母足りてないと思いますけどね。なるほどね。はい。はい、さあさあ三冠馬以外でですね、はい、日本ダービーと菊花賞の二冠を制した馬はキャプテンさんが生まれる前の1973年の竹ホープ以降、うん、一頭もね存在していませんので、はい、まあ、データ的にはかなり厳しいタスティエーラですけども、まあ、打ち破ることができるか注目になります。だからまあ2着とか3着とかじゃないかっていうのも思いますよね。ね、まあ、サツキと聞くのね二冠はいっぱいいますからね。いますよね。はい、うん、同じく1973年以降だとセイウンスカイ、エアシャカール、ゴールドシップなど6頭で、ね、誕生しています、うん、なるほど、はいはい、データ的に2頭比べるなら、うん、ソウルオリエンスの方がいいかなってことなんですね、うん、そうですね、はい、そして穴なら阿賀野川ステークス1着馬ですが、菊花賞は前走神戸新聞杯組とセントライト記念組が強い中ですね、阿賀野川ステークスの勝ち馬はかなり健闘しています。2008年のオーケンブルースリー、ブルースリーは菊花賞を制覇、17年のポポカテペトルが13番人気で3着、18年のユーキャンスマイルが10番人気で3着に入りまして、菊花賞の裏ステップレースとも言われているんですね。今回も出走してきているので穴馬として狙うのは面白そうです。まあ、リビアングラスは怖いですよね。あと、うん、流星ちゃんはね、うん、怖いですよやっぱり。まあ、今日東京最終勝ちましたからね。まあそうなんですよね混戦強いっていうかピッてね、ああいう時先行して、ただ穴というほどでもないんじゃないですか。そうですね、オッズが確か結構売れてますよね。先行馬で買うとしたらこの馬しかいないですから。あ、そうですね、あでも9番人気か、うんうん、まあ、単勝買いにくいか。そうですね、はいはい。さあ最後の札幌記念で馬券になった3歳馬ですけども、過去札幌記念で3着以内に入った3歳馬はトップナイフ以外に4頭いまして、ソダシ、レインボーライン、ハープスター、はい、ブエナビスタです。まあ、競馬ファンの方はピンときた人が多いかなと思うんですけども、全て G1 馬なんですね。なるほど。そうなんです、はい。中でも注目はボバのレインボーラインですね。札幌記念で3着の後、菊花賞は9番人気で2着。その後、春の天皇賞も制しましたね。トップナイフはまあ先々も含めて大注目になりそうですね。辛いです。辛いですね。ナイフも8番人気、9番人気ぐらいだからね。同じぐらい人気ですね。そうですね。はい。なんか手が伸びないだけに辛いですね。そうですね、絶対買えないですね。そんな買いたくないですよね。はい、ということで信じるか信じないかはあなた次第です。明日も楽しみましょう。何決まりですか、はい、何